はい、こんにちは。今回ですね、前やったシリーズで、まあ、トンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃんみたいなレジェンドに最初なれそうでなれなかったっていう芸人をちょっとこう上げていきたいんですよ。で、具体的にはね、今回はキングコングとハローバイバイとトータルテンボスですね。でね、まあ基本的に芸人になりたいっていう人っていっぱいいて、ほとんどの人がやっぱり、もちろんそれはね、日の目を見ず、まあうまくいかないっていう人いるんですよね。やっぱそっちの方がもちろん多いんですよ。で、ただ最初の初速はすごい良かったんだけど、そこまでいかなかったっていう芸人さんもいるんですよ。で、まあそれがまあ一つ目としてキングコングさんなんですよね。で、キングコングさんって、最初出てきた時はすごい売れるの早かったんですよ。むちゃくちゃ早かったんですよね。2000年ぐらいに出てきて、2001年ぐらいにはもう売れてたんですよね、確か。で、その後何年後かに跳ねるの扉っていうのが始まって、バーッと売れたんですけども、その後があんま続かなかったんですよね。結局売れ続けるってことができなかって、結局そのいわゆるその出方としては、まあダウンタウンとかね、ナインティナインみたいな感じで出てきたんですけど、結局羽の扉って飛ぶ薬とか、そういうめちゃモテとかそういうもののね、後の番組なんで、そう、後続の番組なんで、出方としては理想的だったんですよね。スピードも速かったし、だけど続かなかったと、ね。まあその原因を分析するに、やはりね、キングコングって羽根の扉の番組が受けたんですけども、それはキングコング独自の力だけじゃなかったんですよね。まあそこにはロバートもいて、インパルスもいてって言って、みんなのコント番組でみんなで受けたみたいな感じだったんですよ。で、今までのレジェンド芸人って、例えばトンネルズ、ダウンタウン、ちゃんなんちゃんとか挙げてみると、もう完全にその一組のカリスマ性なんですよ。もうトンネルズのカリスマ性、ダウンタウンのカリスマ性、うっちゃんなんちゃんのカリスマ性って言って、その一組が圧倒的なんですね。で、そこに周りの芸人たちがついてくるっていう感じだったんですけど、もうね。だからやっぱあの時代の芸人っていうのは、そのレジェンド芸人っていうのはやっぱちょっと格が違うもんがあるんですよね。カリスマだったんですよ、完全に。実力とカリスマみたいな。うん。だからずっと売れ続けたし、何十年もその後もね、トップを走り続けたんですよ、その 3組とかね、お笑い第三世代はね。っていうんで、そういう面で言うと、まあ、キングコングの世代、羽根の扉っていうのは、キングコングだけの力じゃないんですよね。むしろその面白さで言ったら、ロバートとかインパルスの方が面白かったんじゃないかなと思います。はい。だから、番組が終わっちゃうと、それぞれ分散しちゃうと一芸人になっちゃうんですよね、正直な話。そこがやっぱりね、今までのその出てきたレジェンドたちとのになりきれなかった理由なんじゃないかなと思うんですよね。まあそこら辺ですかね。で、まあただその西野さん、キングコング西野さん自体は絵本を描いたりとか、そういうビジネス面での活躍がすごい、まあビジネスマンなんだと思うんですよね。結局すごい頭のいい、できるビジネスマンなんと思うんですよ、お笑いというよりは。うん。だからそういう才能は、そっちの方の才能で今活躍してるって感じですよね、お笑いというよりは。でね、2チャンネルのひろゆきさんが言ってたのが、面白いこと言ってたのが、西野さんはすごい才能があるんだけど、むちゃくちゃ才能があるんだけど、お笑いの才能だけはなかったってひろゆきさんよくおっしゃってるんですよ。うん。なんで、まあ、西野さんの才能っていうのは、まあ、そちらの方の、そのね、絵本を売ったりとか、そういったビジネス的な要素なんじゃないかなっていうことでしょうね。はい。これがね、一つ目、キングコングでしたね。で、二つ目が、多分知らないと思うんですけどね、ハローバイバイっていうコンビもいたんですよ。で、ハローバイバイっていうコンビも出てきた時、ものすごい面白くて、すごい売れてたんですよ、最初。
あのイカリングの面積っていう昔ね東野幸治さんがやってる番組があって、あの電波少年をちょっとパクったような番組だったんですよね。でそれにボーリング玉を持ってボーリング玉がなくなるまで歩き続けるみたいな企画をハローバイバイがやってたんですよね。でハローバイバイもすごい面白くてね、出だし良かったんですけど、でゴールデンのね冠番組みたいなのも一回出たんですよね確か。だけどまあキングコング同様続かなかったという感じなんですよね。ただハローバイバイはハローバイバイに関さんがいるんですけど、関さん自体は都市伝説の方で活躍してますよね、はい、なんですけどハローバイバイとしてはもう解散しちゃったと。だから出だしはすごかったんですよ、うん、本当になんていうのかな、花もあるし花もある芸人みたいな感じで売れそうだなみたいなイメージがあったっていう芸人さんですね。で、最後がトータルテンボス。トータルテンボスに関してもトータルテンボスもねすっごい漫才面白いですよ。漫才面白いし、昔お笑いオンエアバトルっていうのやってたんですけど、これで3回連続大賞を取ってるんですよ。優勝してるんですよ。お笑いのもう猛者たちが集まる、結局おぎはぎとか、まあルート33とかリアルキッズとか、すごいその時ラーメンズとかもいくか、すごいその時のねお笑い の猛者たちが集まってるところで 3連勝優勝だったと思います。確か取ってるんですよね。であと M1 も出て準優勝してます。あんまり目立たないんですけど準優勝なんですよね、うん、なんでまず漫才の実力がすごいんです。半端じゃないんですよね、うん、でねなんか劇場に出たスピードが、それまで確かハローバイバイ、先ほどのハローバイバイが一番だったのがその次抜いたらしいんですよね。その新人としてなんか活躍したのがトータルテンボスで、なんでこれまたすごい出だし半端じゃなくよくって、あの才能の初速が良かった芸人さんなんですよ。でトータルテンボス的にはロンドンブーツナイナイみたいになりたかったみたいなこと言ってるんですね、どっかで、うん、でダウンタウンを見た 世代なんですけど、ダウンタウンとは実力の差がありすぎるからとも言ってました、ね、うん、まあかといってロンドンブーツナインティナインさんをバカにするわけではないみたいなことも言ってましたけど、はい、という芸人です。なんでねちょっと初速がすっごい傾き高かった芸人さんを今回3組挙げてみました、ロンドンブーツ、ハローバイバイ、トータルテンボスさんですね、何かね他にも知ってるこんなのあったっていうのありましたらね、いつものようにレベル高いコメントくださる人いるんでどんどんください。全部読んでますので、はい、ありがとうございます。